はい、どうも、はじめです。今ね、625ナイトマーケットというね、あのイベントに来ました。ここはね、まあ、アジア系のお祭りというかね、日本も含め台湾とか韓国、中国とかの、まあ、お祭りというか屋台が出てるとこなんですよね。で、本当は夜から始まるんですけど、ちょっと友達がここで働いてるっていうことで、まあ、昼間から連れてこられ、今ここを着いたんですけど、めちゃくちゃ暑い。やばい、なんかね、41度って書いてた。くそ暑いんだよな。で、今から入ろうと思ったんですけど、もうめちゃくちゃ暑いし、そこにショッピングモールあるんで、そこで涼んでちょっと日が落ちてからね、また来ようと思います。暑い、41度はやばい。この前まで日本いたんですけど、まあ、湿気がない分ね、汗はそんな出ないんですけど、ちょっとこれも耐えられないんで、私もちょっと一旦避難させてもらいます。はい、というわけでね、だいぶ日も暮れてちょっと涼しくなったのかな。人も入り始めて、なんかちょっと盛り上がってきたみたいですね。どうやらここは台湾のナイトマーケットみたいな、なんかそういうコンセプトでやってるみたいですね。マーケリアっていう街でやってるんですけど、ここはまあ中国人がいっぱい住んでる街で、その影響もあってここでやってるんでしょうね。とりあえず、まあ、中に入ってみましょう。カリフォルニア、Living the Life。この辺はなんか雑貨とか売ってて、フードとか屋台がいっぱい出てるみたいなんで、そっちの方行ってみましょう。めっちゃうまそう。グリルドガーデンチーズのレインボートースト。うわ、ちょっと見てください、見てください。いきますよ。うーわー、ふー、やーば、8ドルチーズトーストに。いただきます。うん、普通のチーズトースト。やば、そんなに美味しくない。やば、見た目だけだったな。次行こう。これ多分ドライアイスが入ってて、LED の中にプラスチックが入ってるらしい。まあ、これ10ドルですね。これもね、普通のアイス。あ、ブラックっぽいね。うん、チロンする。やっぱアメリカなんで、マックでしょ。当たった。オートミール食べれるのかな。イヤホンを巻くやつ。次行こう。やっぱね、台湾のナイトマーケットはこれですよ。臭豆腐、臭い豆腐、匂いがすごい漂ってるもん、この辺り。楽しみだね。いましたよ、臭い豆腐、臭豆腐。くっさ。あー、やっぱね、台湾のナイトマーケットはこの匂いがね、こう漂ってくると、あ、ナイトマーケットに来たなって感じなわけですよ。じゃあもう早速いただきますね。うわ、うわ、くっさー、ちょっと待って、熱そう。カリフォルニア、Living the Life。ダメ、臭い。口の中が臭い。いただきます。これダメかもしれない、これ。ちょっと俺食えないかもしれない。ずっと臭い。口の中ずっと臭いわ。鼻から抜ける匂いが、便所の匂いがする。
無理。ちょっと涙が出てきた。626ナイトマーケットからでした。ありがとうございました。